村が住めるような畑にしましょうよ。川広とかボコボコ入れた畑っていうのは、まあ、ミミズのいないようなモグラが住めないらしいですよね。モグラ堆肥っていうですね、米ぬかであったりだとか植物ガスを使ったぼかし肥料なんですが、この有機栽培を始めたっていうのは、いわゆるそのジャス法が制定された2000年です。農作物が低迷してた時代だったんです。ちょうど20年前って、生き残り策として有機栽培をね、13、14人くらいの生産者に取り組んでもらえたっていう。単あたりの収量が上がらない、品質も良くないと。もちろん雑草もたくさん生えました。やっぱり17ヘクタール18ヘクタールっていうとなかなか回りきらないっていう、草の中に玉ねぎが育っていくみたいなね、まあ、雑草で取りきれないっていう生産者から、あの1抜け2抜けっていうような生産者も 4,5 人にまで、もう少なくなってしまって、8月のその大干ばつっていうのと大高温っていうのは影響は受けなかったんですけども、6月7月の気候が非常に向いてたというかですね、豊作でした。食べた食味もいいです。雪菜は志っていうのもですね、非常に高いものがあるんですよ。病気にかからない玉ねぎを自分で作っていきたい、やっぱりチャレンジしたいっていうやっぱり気持ちありますね。やっぱりね、私はね、お金だけじゃないと思うんですよね。やっぱり勇気ずっとやり続けたいっていうね。